モンパンシエコー・フランソワは、ブルボン家出身のモンパンシエコー。オラニエコー・ウィレム一世紀、シャルロットの兄で、アンヌ・マリール・ルイーズ・ドルレアンの祖祖父にあたる。フランソワは1542年に、モンパンシエコー、ルイ3世と、ツマジャクリーヌ・ドロンウィの間に生まれた。生まれてから1582年に、七類が亡くなるまでオーベルニュの同伴と呼ばれた。 1582年の父の死により、称号と家領を相続、モンパンシへ行、ドンブ行、シャテルロー領主、ブロス死者となった。10代の頃より、ユグノとの戦いに参加した。1569年には、サンジャンダンジェリオダッシュ、サントンジュゲ、プロテスタントと戦った。1574年、フランソワは、フランス王アンリ三世によりラングドック及び、 ローフィネの総督に任せられた。熱心なカトリック信者であったフランソワは、アンリ3世の傍ら近く使え、カトリック同盟には加わらなかった。アンリ3世の死後、フランソワは王位を継承した、アンリ4世と同盟した。フランソワは、ノルマンディ総督となった後、1592年に死去し、息子アンリが後を継いだ。1566年にメジエール校。 ニコラ・ダンジュの娘、ルネ・ガンジュと結婚し、一難を設けた。ありがとうございます。